ただ順番に繋いだだけじゃねえかよ。ダメでした？お前が何やりたいのか全然伝わってこねえ。あ、亀山ちょっといい？はい。お前ラーメン好き？好きです。六角屋以外に家系でどこ美味しいとこある？意味わかんない。だって昼の番組のグルメレポートだよ。その店の売りたいメニュー紹介するだけでしょ。私のやりたいことなんて関係ないじゃんね。でも今の仕事、彩乃のやりたいことなんじゃないの？大学入った頃から局で働きたいって言ってたじゃん。まあそうだけど、実際はなんか違うっていうか。で、今夜はやっぱり無理そう？うん、朝までに直せだって。そっか。何だったの？急に話があるって。いや、また今度話すよ。じゃあ頑張ってね。またね。うん、バイバイ。
はい、MMT です。あれ誰だ。制作部の三島です。報道部の人間いない。はい、今は誰も。マンションで転落事故があった。何でもいいからカメラ回しといてくれ。俺もすぐ行くから。下がってください、下がってください。ちょっと何ですかあなた。あ、報道の方ですか。現場はどこですか。あそこ階段の踊り場。踊り場。下がってください。でも人が落ちて死んだんじゃん。下がってください。すいません。1時ごろ、横浜市内のこちらのマンションで男性が階段を踏み外して転落し死亡する事故がありました。亡くなったのはこのマンションで一人暮らしをする大学生木戸雄太郎さんと判明。外階段の2階部分で倒れているのマンションの住人が発見し通報しました。深夜ということもあり転落時の目撃情報は今のところありませんが、同時刻に木戸さんと思われる奇声を複数の住民が聞いていました。事故との関連性はまだ不明ですが、警察では木戸さんが事故当時何らかの理由で錯乱状態にあったとみて司法解剖するとともに詳しい原因を調べています。続いてはお天気です。今日は横浜万国橋に来ています。 いいんじゃねえか。こちらは青空が広がっており現在の気温は8度。少し冷たい風が吹いています。お前いつから報道部になった。だってじゃねえ。カメラ、マイク、チャラ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 、女子アナ気取りかよ。自分の仕事に集中しろ。はい。おい石川。はい。お前入ってどれぐらいになってる。あ、もう3ヶ月になります。あれどうした。おかえり。中で待ってりゃいいのに。合鍵忘れた。ううん、なんか慣れ合いになってくみたいで嫌なの別に見られて困るようなものないんだけどな。ねえ何だったの。え、この前話があるって。ああ、いやなんか急に思い立ってさ。何を。うん、だから今度話すよ。今度っていつ。俺が小説家デビューした時かな。いつよそれ。はい、いただきます。意外と来年あたりかもよ。今さ、ホラーとミステリーをハイブリッドした話を考えてるんだけどさ、これちょっといける気がすんだよね。はいはい、気長に待ちます。そっちは。例の死んだ大学生どうなった。とりあえず薬物反応はなかったみたい。じゃあ単純に足を踏み外しただけってと。もうそう考えるしかないけど、でもやっぱりちょっと変だよね。踊り場に落ちたぐらいで亡くなるなんて。調べないの、事故の原因とか。私が。うん。どうして。いや気になってんだろ。私報道部じゃないもん。ほっとけよ上司の言うことなんか。綾乃が急にいい仕事したもんだから嫉妬してんだよ。でも三島。はい。例の件怪しい展開になってきたぞ。例の階段から落ちて死んだ大学生。あ、ちょっといいか、こっち。担当の刑事とは長い付き合いでさ、まあ、とりあえず普通の事故死として処理されたらしいけどね。ここだけの話、普通の死に方じゃなかったらしい。見つかった時腹が完全にねじれてたって。
おそらく階段を転げ落ちた衝撃で体がひどくねじれ背骨が折れて内臓も破裂。おかしいのはそれだけじゃない。直接の死因は窒息だって言うんだ。喉の奥になぜか泥が詰まってたって。住人の方ですか？あの、ご遺族の方でしょうか？岩登り和代と言います。彼とは大学でサークルが一緒でした。私はこういうものなんです。あなたがテレビで言ってたことはデタラメです。彼がおかしくなって階段から落ちたなんて。でもこの部屋は変ですよね。雄太郎は呪い殺されたんです。呪い？多分隙間から誰かに覗かれて。あ、ごめんなさい。はい、お疲れ様です。
喉の奥になぜか泥が詰まってたって。さん今日来てる？来てないですね。もしかして既読の件があったからずっと？っていうかその前から休みがちだったけど。その前？サークルの合宿で何かあったって噂です。何かって何？何か木戸と二人で怖い目にあったって、それでおかしくなっちゃったって。どういうこと？山奥にある誰もいない変な村に行ったとか、そこでお化けを見たとか、なんとか。お化け？キロが死んだのもその呪いのせいじゃないかって。はい、先ほどお電話した三島です。あ、ちょっとお待ちになってくださいね。どうぞ。お構いなく。カスヨのコートをわざわざありがとうございました。全然。カズヨさんは？ええ、あの子部屋にいますけど。少しお話できますか？それがね、部屋にこもりっきりで出てこないんですよ。カズヨさん、この間ゆうたろうくんのマンションで会った三島です。心配で来てみたんだけど、聞こえる？お母さん。はい。鍛冶屋さんの部屋の鍵は？あ、ありますけど、そんな勝手なことしたらあの子怒りますから。最初は肝試しみたいなつもりだったんです。合宿で泊まったコテージの近くに地元の人が絶対に近づかない場所があるって話を聞いて。すいません。はい。お手続きよろしいでしょうか？あ、はい、ごめんなさい。それで雄太郎と二人だけで行ってみることにしたんです。どうぞ。最初は普通のハイキングコースだったんですけど、途中から細い道に入って、それでそこに六部峠っていうらしいです。六部峠？そこからは記憶が曖昧ですけど、どこからか鈴の音が聞こえて、いつの間にか変な村に迷い込んでて。そこでお化けを？村の中に
大きなお堂があって、その窓からこっちを覗いてたんです。必死になって二人で逃げたんですけど、その時のこっちを覗く目が頭に焼き付いてて、どこにいてもずっと誰かに見られている気がして怖くて。それでガムテープを。今はどこからか視線を感じる？大丈夫だと思います。楽しみだな。何が初めてじゃない、二人聞いてるよ、こうなんかだよな。うん、あ、釣り堀だって。そう、場所分かった？うん、大体分かった。はい、あれか1キロ先だって。よし、こんにちは。予約した津田ですけども。津田さんね、したらね、こちらにね、記入して。あ、はい。一泊で足りる？一泊で大丈夫です。大丈夫、一泊で。本当だよ、はい、もっと何泊もしてほしいんだけどな。別荘、はいはいはい、6番ね、6番ですね。はい、わかりました、はいはい、足りるかな、一泊で。あの、この辺りに六部峠っていう場所があるって聞いたんですけど。おたくら、行くつもり？いや、そんなつもりはないよな。もし行くんなら、うちには泊まらないでもらいたい。いやいや、行かないですよ。ここはどうしたらいいですかね。この道上がってくの？ハイキングコースになってて、その先が峠みたい。ってやつ。あ、しめ縄？昔はなんかパワーのある岩だったのかな。なんでこんなところにあるんだろう。あ、湖。え？綺麗。本当だ。あれ？ん？和也さんの写真、こっから撮ったんだ。村ないじゃん。でもどうして？わかんない。どうする？行くに決まってんでしょ。マジ？結構遠いぞ。あー、腰きついわ。
綾乃。振り返っちゃダメだ。おい待て。逃げよう。綾乃。ん？ちょっと来て。貸別荘のある K リゾートがここで、多分六部峠がこの辺り。そうないだもん。あの湖はこれだったんだ。じゃあこの村はどこにあるの？45年前に廃村になってダムの底に沈んでる。ちょっと待ってよ、和代さんたちがそんなところに行けるわけないじゃない。彼女も鈴の音を聞いたって言ってたんだよな。とあれに誘われて迷い込んだんだ。ダムの底に沈んだ弔い村に。ここに弔い村のことが載ってた。つってもほんの一文だけ。スクザ山地の弔い村には覗き目と呼ばれる化け物の伝承がある。何なの覗き目って？いや、ここにしか出てこないからはっきりとは分かんない。ただこの一文があるのはこの六部殺しの伝説について書かれてる章なんだ。六部殺し。ああ、六部ってのは全国を旅して回る巡礼者のこと。今でも四国のお遍路さんとかあるだろう。じゃあ私たちが行った六部峠も。うん、かつてはきっと神聖な場所だったんだと。昔はもちろん自分の足で歩いて全国の巡礼地を旅して回っていた。いる？うん、うん。こういう食事や宿なんかも途中の村で頼んで
世話になることがほとんど。厳しい修行の旅をする者に親切にする人もたくさんいた。ところが中にはそうでない者もいる。巡礼者の懐にある旅の資金を目当てに親切心を装って家に招き入れ、寝込んだところを襲って殺してしまう。わあ！ちょっと。もともと村の外から来た旅人だから、一晩のうちにいなくなったところで誰も気づかない。身ぐるみ剥がして死体をこっそり処分すればいい。そんな。奪った金を元手にその家は財を成して裕福になる。でも死んだ六分のたたりを代々受け続けることにもなるっていう伝説が全国に残ってるらしい。じゃああの少女も。殺された六分の亡霊だと思う。お電話の方ですね。はい、お待ちしていました。どうぞ。先生、お客様いらっしゃいました。覗き目について知りたいそうだね。はい、この本に。山村の民間伝承92ページ。スクザ山地の弔い村には覗き目と呼ばれる化け物の伝承がある。ぜひもっと詳しく教えていただけないでしょうか。なぜそんな昔話を知りたがる。実は最近弔い村に行ったという人がいるんです。弔いに。はい、写真もあります。調べた限り合成などの加工はされていません。村は現在ダムの底だということはご存知ですよね。私が弔いを訪ねたのは今から50年前、私がまだ大学生の頃。当時の私は全国に点在する六部殺し伝説の調査に夢中になっていた。弔い村は貧しい集落だった。こんにちは。上手だね。早くこっちおいで。いや、あの、一歩足を踏み入れたところからよそ者を嫌う空気が辺りに充満していた。すいません。鞘落とし。誰だ。
この村に覗き目という化け物が出ると聞いてきました。おお、そうか。はい。まあ、入れ。はい。その男はこの村で林業を取り仕切り、弔いを代々牛耳ってきた鞘落とし家の当主で寛一と言った。そしてこの鞘落とし家こそかつて巡礼者を殺し、その奪った路銀を元手に栄えたとされる家であった。いや悪かった悪かった、すまんね。あ、いえ。ほれこれは。あ、うん。確かに覗き目の伝承はある。この辺りでは何百年も昔から山の神様が宿るとされる大木を間違って切り倒してしまうと、その不届き者のところに覗き目が現れると言われている。覗き目に取りつかれた者はまず誰かに見られているという錯覚にとらわれる。和也さんと一緒。そのうち四六時中不気味な目に覗かれるようになる。襖や障子の隙間、天井の隅、道の角、藪の中、至る所から。覗いた後どうするんです？覗くだけだよ。妖怪や幽霊の類は姿を見せるだけで意味がある。人々に恐怖心を植え付けてむやみな森林伐採を防ぐためだ。弔いのように林業を唯一の生業とする集落にはよくあるおとぎ話だよ。おとぎ話。
行ったんだろう。まだ病院。もうすぐ。救急車お願いします。あの女の人がトラックに轢かれました。場所ですか。川崎市の神奈川中央病院の近くなんですけど。昨夜11時過ぎ、川崎市内のこの道路で交通事故があり、一人の女性が死亡しました。死亡したのは市内に住む大学生の岩登和代さん19歳です。岩登さんはこの道路を横断中、走ってきたトラックにはねられ全身を強く打ち、まもなく死亡が確認されました。目撃情報によりますと、岩登さんは走って横断していたところ、侵入してきたトラックにはねられたということです。警察は、あゆちゃんしろな。今やってます。間に合うのかよ。すいません、何とかします。おい三島、何やってんだ。すいません。もう帰っていいよ。そんな調子じゃいても迷惑だ。まっすぐ帰ってゆっくり休め。シンジ、いるんでしょ。シンジ、いないの。シンジ、俊治。どうしたの。いないの。
おい、どうしたんだ。何か見たのか。柏さんだ。あ、棚に。棚？キッチンの。何にもないよ。先生、どうしよう、怖いよ私。帰れ。いいからすぐ帰れ。どうしたの。ここにいない方がいい。これ何？シンジも覗かれたの？いいから帰れよ。ちょっと待ってよシンジ。ちゃんと話して。ちょっと。ねえ、シンジ、開けてよシンジね。今日一日調べてみて分かったんだ。なんで地元じゃ六部峠に行くなって言われてんのか。あそこでは過去に何度も死体が見つかってる。ちょうど弔い村が廃村になってダムの建設が始まった頃から。そんなの単なる噂だよ。違う、ちゃんと聞いてくれよ。しかもな、そこで見つかった死体は必ずねじれてる。半分にちぎれたものもある。俺あん時あそこで見ちゃったんだよ。あの少女の目を。和代さん死んでからもうどこいてもあの視線感じんだ。覗き目の正体はやっぱりあの少女なんだ。シンジ、お願い開けて。次は俺だ。俺が狙われてんだ。覗き目についてまだ隠してることがありますね。覗き目の伝承は決して噂や作り話なんかじゃない。今でも六部峠を越えて弔い村に近づけば覗き目に取りつかれてしまう。違いますか。言ったようだね。君たちも六部峠に。シンジは病院に入りました。大丈夫だよ。
と頭かぶせますね。大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。ちょっと頭。しばらく出てこれないと思います。大丈夫ですよ。当時の私は鞘落とし寛一の話だけではどうしても満足することができなかった。いいかね、続きを話しても私は一度村を出て夜になるのを待ち、あの屋敷へと戻った。実は戸村へと来る前、隣村で二つの噂を聞いていた。一つは鞘落とし家では時折おかしな死に方をする者が出るという話。先代の当主は数年前に木材の切り出し現場で不可解な転落事故で死んでいる。その遺体の腹は不自然にねじ切れていたらしい。そしてもう一つは夜中に屋敷の前を通ると不気味な鈴の音が聞こえるという話。鈴の音は屋敷の裏手から誰かを呼んでいるように聞こえた。寛一の妻が向かったのは屋敷の裏手にある古いお堂だった。そのお堂はかつて六部峠にやってくる旅の巡礼者たちの宿泊所として使われていた。和代さんもその場所に行ったと言ってました。お堂の窓からお化けが覗いていたって。Thank you.
その少女の名はタエといった。後に近くの村からもらわれてきたみなしごだと分かった。ちょっと待ってください。じゃあ覗き目の正体はその生きた少女だったってことですか？違う、覗き目は実在する。あれは大昔あの場所で無残に殺された六部の勝者の怨霊だ。君は誰？なぜここにいるの？ずっと一人でここにいたの？忘れたな。おそらく彼女の前にも何人もの少女たちが犠牲になり使い捨てにされてきたに違いない。しかし当時の私はまだその真実に気づいていなかった。ここまでくれば、もう大丈夫だからね。覗き目を沈める生贄がいなくなることで村中にたたりが蔓延したんだ。そして村は廃村になりダムの底に沈んだ。その頃からだ、私も覗かれるようになった。あれと目を合わせれば呪われる。ならば視界を失ってしまえばいい。そう考えたんだが、一度覗かれれば覗き目の恐怖から逃れることはできない。目が見えなくてもそれは同じことだ。タヨさんはどうなったんですか？死んだよ。あの後すぐ病院に運んだんだが、ひどい生活がたたったんだろう。肺炎をこじらせてそのまま。じゃあどうすればいいんですか？どうすれば覗き目の呪いが解けるんですか？どうしたら信じよう。
Thank you.
と助けて。ここよ、誰か助けて、誰か助けて。誰か助けてって確かに。その話が本当なら、のぞき目が存在する理由は誰かに助けてもらいたいからということになる。はい。だから村に近づく人間に取り付き、じっとのぞきながら助けを求めていたということか。しかし死んだ人間をどうやって助ければいいのだ。分かってあげるの。どういうことだ。助けるのはできなくても彼女の苦しみを分かってあげることはできる。誰にも知られずに死んだ無念を聞いてあげることはできる。タエさんが果たしていたのはその役目だったんじゃないですか。そうかもしれない。しかしどこへ行くんだ。六部峠に行ってみます。あの峠を越えて弔い村に行かないことには何も解決しないような気がします。湖に身を投げるつもりじゃないだろうな。待て。それなら渡したいものが。
私は生贄になるために来たんじゃないの。あなたはもう死んでいるから命を助けることはできない。でもね、あなたが死んでいった時の悲しみ、恨み、苦しみ、私が全部聞いてあげる。これであなたの生きた証を残してあげるから。だからお願い、シンジを助けて。これは六分様、陽気なすった。長旅でお疲れでしょう。あんた、六分様、休んでもらっていいかの。この先の峠はきついでの。どうぞお休んでてください。こちらになりますので。なんもない狭い家ですけど。いいえ、お世話になります。どうぞ中でお休みになってください。お疲れだったでしょう。すぐお茶出しますんで。ご親切にどうも。上がって楽にしてください。ありがとうございます。すず、よかったわね。
殺したよ。お母様。
その村は次第に衰退していき、いつくれるの？それいつくれるのよ？いつくれるの？それいつくれるの？